モハマド・ハクプールは、イランの元サッカー選手、現サッカー指導者、元イラン代表、現役時代のポジションは DF、U-23 サッカーイラン代表監督を務めた、パステヘラン FC で選手となった後、ヒルズイに所属した。1995年には、シンガポールのゲーランインターナショナル FC に移籍し、1996年に、 トルコのバンビュー・ユクシェヒル・ベレリエス・ポールに移籍した。1997年から1999年にかけてはイランに戻り、バフマン FC に所属、その後ニューヨークに渡り、メトロスターズに所属して、選手を引退した。イラン代表として1989年に初、出場して、以来、選手引退の2000年まで出場した。また、 1998FIFA ワールドカップに参加した。選手引退後は、カリフォルニア州に居住し、MK サッカークラブというクラブを起こした。2006年8月には国家永久ライセンスを取得し、フーラード FC のアシスタントコーチとして、モハマド・マイエリ・コハン監督のもと働いた。しかしマイエリ・コハンがクラブを去ると彼も失職した。ちなみに、マイエリ・コハンと彼の間には、 AFC アジアカップ1996で監督と選手という関係で共に戦った過去がある。2010年12月1日にはスティールアジン FC の監督に就任するも2011年3月3日付で辞職した。その後イラン U-23 代表のテクニカルマネージャーに就任した。彼は2014年12月16日に監督に昇格した。 彼は U-23 西アジアサッカー選手権2015でチームを優勝に導いた。2016年1月24日 AFCU-23 選手権2016終了をもって契約が満了したが、アリカファシアンがこの契約を更新する意向が協会にはないことを発表した。ありがとうございます。